はい、どうも皆さん、こんにちは。OR さんだよ、俺だよです。今回ですね、こういう感じで、ブレンダーに、バロラントのマップを読み込む方法の解説動画を作っていきたいと思います。これ、ここの部分だけじゃなくて、感じで、全体も、ちゃんと、インポートできますんで、よければ最後まで見ていっていただけると幸いです。ということで、ソフトなどの導入をしていきましょう。はい、そしたらこちら、今日使っていくソフトになります。コアーツさんが、作成した、バロラントのマップインポートツール、テクスチャーも付いてる状態でブレンダーにインポートできるツールを今回は導入していきます。こちらのツール、サイトの使い方なんですけど、ここに、任意の金額を入れます。今回この方は0円から配布していただいてるんで、0円でもいいんですけど、ちょっと色をつけたり、まあチアみたいな感じで、チップかみたいな感じで送りたい方はここに、まあ、1以上の数字を入れてもらえると、こちらの方に支援になると思いますんで、ちょっと俺は金がないんでできないですけど、金が発生するようになったら送りに来るからな、待っててくれ。そしたら、今回は0を入れて購入をします。そうするとメールアドレスが求められるところになると思うんで、こちらにまあ何でもいいです、メールアドレスを書きます。そうするとこういう感じで、コンテンツを表示っていう画面になると思いますんで、コンテンツを表示を押します。で、この画面になったら右側にあるダウンロードするを押してダウンロードしましょう。はい、そしたら、こういう感じで Cmap RAR っていう拡張子でダウンロードしていただけると思うんですけど、こちらの RAR は基本的には 7zip っていう解凍ソフトを使った方がいいんで、なんで7zip ダウンロードしてない方はダウンロードしてください。 7zip のダウンロードリンクも概要欄に貼ってあると思いますんで、そちらからダウンロードしてください。そしたらフォルダの上で右クリックして 7zip というところが出てくると思うんで、そちらにカーソルを合わせて展開を押します。そしたら展開先っていうところが決められると思いますんで、こちらに、まあ、好きなところでいいです。好きなところに、ダウンロードというか展開しましょう。今回は事前にデスクトップにバロラントっていうフォルダを作ってありますんで、そこに回答していきます。はい、で OK を。そしたらこういう感じでバロラントっていうフォルダの中に、Cmap っていう今ダウンロードしたものが入ってます。で、この中ブレンダーのプロジェクトファイルと Cmap っていうアプリケーションですね。それから、この Unity で動く U モデルってやつがあるんですけど、この U モデルを使うとちょっとエラーが起きますんで、今回は概要欄に貼ってあるもう一個の U モデルをダウンロードしてください。で、そしたら Cmap に入ってる元から入ってる U モデルは消してください。で、今ダウンロードした U モデルを Cmap のフォルダの中に入れます。そしたら今度は、この U モデルをダブルクリックして開きましょう。で、開こうとすると、初めて開くときはこういう感じで Windows Defender が、働いてくれるんですけど、今回このソフト別にウイルスでも何でもないんで、詳細情報をして実行をしましょう。そしたらこういう感じで、ソフトが起動しますがこの Pass2Game ファイルっていうところ、察しがいい方はわかるかもしれないんですけど、バロラントのモデルが入ってるフォルダーを指定してあげる必要があります。なので、この右側の点々点を押してバロラントのフォルダーに行くんですけど、基本的にダウンロードするときフォルダーというか場所を変えてなければ、C ディスク、ローカルディスクの中に、ライオットゲームっていうのがあると思うんで、そちらをクリックしてバロラントライブシューターゲームコンテンツパックで、パックを押して、フォルダーの選択を押しましょう。そしたら今度は下にあるオーバーライドゲームディテクションって書いてあるやつにチェックを入れます。で、左側アンリアルエンジン4にして、右側を一番下の方にあるバロラントにしましょう。で、サウンドチェックつけてもつけなくてもいいんですけど、今回はサウンドチェックつけておきます。で、 OK を押すとこういう感じでAES キーっていうものを求められるところになると思うんで、 AES キーは概要欄に貼ってありますんで、そちらを入れていただければなと思います。はい、で、 AES キー入れるとこういう感じでババババババって出てくると思いますんで、そしてちょっと待つね、こういう感じで本体のソフトが開くようになってます。
で、今回はですね、マップを抽出するんで、まあ、ゲームフォルダーをすべて書き出すような形になります。別の動画でね、キャラだけを書き出したり、銃を書き出したり、アニメーション書き出したりっていうのはやると思うんですけど、今回はまずマップを書き出そうということで、マップからやっていきます。そしたら、まずは下にあるツールを押します。ツールからオプションを押していただいて、ここのエクスポートディスフォルダーっていうやつを、今ダウンロードした C マップっていうフォルダーに指定しましょう。どこだ？はい、これ。この最後のところが C マップになってれば大丈夫です。そしたら今度、メッシュエクスポート、こちらのアクトロックスかな？を一番下じゃなくて真ん中にある GITF にして、右側も GITF にしましょう。そしたら OK を押します。で、ゲームっていうフォルダー左側にあると思うんですけど、そちらを右クリックして、エクスポートフォルダーコンテンツってやつを押します。そしたらまたさっき開いたような設定画面になるんですけど、こちらのパスが間違ってないかと GITF 同じになってるか確認して OK を押します。そしたらこういう感じで書き出しが始まります。書き出しですね、結構時間がかかると思います。10分15分ぐらいなんで、その間は待つようにしましょう。カット。はい、このエクスポートがね、やっと終わりました。なんだかんだね、1時間くらいかかったかもしれない。はい、ということで、次にやることがですね、この C マップのフォルダーの中にある、この C マップ .exe を開いてください。で、C マップ .exe を開いて、まず一番最初にやらなきゃいけないことは、さっきこの、なんだっけ、U モデルで指定したパス、の場所、要はあれだね、バロラントのパックスが入ってる場所のパスが必要になりますんで、さっきと同じ手順で C4C ファイルから、ライオットゲームス、バロラント、ライブ、シューターゲームでコンテンツ、パックスを押します。で、この上にあるここの部分のパスが欲しいので、パックスの上で右クリックしてアドレスをコピーを押します。そしたらこの C マップのソフトに戻ってもらって、このパスって書いてあるところで右クリックします。で、エンターキーを押しましょう。で、ここフルマップってハテナってかかってるところに大文字 S で回答します。で、そうするとこういう感じで、マップの名前と保存されてるファイル名が出てきますんで、欲しいマップを入れましょう。入れるのはこの右側に書いてあるやつです。例えば相棒が欲しかったらポートで入れます。今回はどうしようかな。じゃあ今言ったようにポートでアイスボックスを書き出しましょう。 PROT。 そうするとこういう感じでブワーって出てくるんで、これもまた待ちですね。これは比較的そんなに長い時間かからないと思います。ある程度待つと下の方にプレスエニーキーとエグジットって出てくると思うんで、そしたらどのキーを押してもいいんで閉じましょう。今の作業をすると、このさっきの C マップのフォルダの中に、この JSON っていうフォルダが新しく追加されると思います。で、JSON は特にいじらなくても大丈夫です。そしたら、ブレンダーを開いていくんですけど、ここで注意していただきたいことがありまして、ブレンダー、バージョン 2.93 以上にしてください。2.8 とかでも最初やったんですけど、自分が。そうするとマップを読み込んだ時に、バグっちゃうんで、なんかオブジェクトがぐるぐるしちゃうんで、2.93 以降でやるようにしてください。ただ3で動作確認してないんで、できるかちょっと微妙なラインなんですけど、2.93 は確実にできます。ということで、このフォルダの中にある cmap.blend を開いていきます。で、開くとこういう感じで、スクリプティングっていうところにの表示になってると思うんですけど、変える場所はですね、こうですね、13行目にあるこのデータディレクターディレクションの中にあるここですね、この F ゲームポーティングバロラント C マップって書いてあるところを、この C マップがある場所のパスに書き換えます。なんでこの C マップの上で右クリックしてアドレスのコピーをして、でここ
コントロール V で書き換えます。で、あとはここマップネーム、マップネームはさっき入れたものですね。アイスボックスだったらポートとか、あとはいじらなくて大丈夫です。そしたらですね、左上にあるウィンドウを押してトグルシステムコンソールを押します。で、これなんで出すかっていうと、この作業状況を見るためですね。で、そしたらこのウィンドウを出したら、上にある再生ボタンマークみたいなランスクリプトっていうんですけど、ここを押します。そうするとこういう感じでババババババって、読み込んで、このスクリプトを読み込んでる画面に切り替わると思いますんで、こちらもね、多分10分20分ぐらいかな、30分とかいくかもしれないぐらい待ちです。ですので、またカットですね。はい、読み込みが終わりました。だいたい10分15分ぐらいかな、かかった時間。はい、読み込んだ直後なんですけど、読み込んだ直後ちょっとブレンダーが重いと思うんで、少し放置した方がいいかなと思います。で、読み込むと左側の、これプレビューになってると思うんですけど、こちらをでかくしたいんで、左上にあるレイアウトを押していつもの画面に行きましょう。そうするとこういう感じで相棒が出てますね。どうですかこれあ、こっちね、これスポーンの方ね。はい、こういう感じでアイスボックスが出てます。で、こういうね、あの無駄なものがあると思うんで、こいつらを消します。こいつらなんですけど、名前がこのなんか四角いマークを押すと、ウィンドウストレイクスプレインって書いてあるやつっていうのが分かると思うんで、ここの名前のところだけコピーして、コントロール C ですね、コピーして、ここに貼り付けましょう。そうすると同じようなやつがいっぱい出てくるんで、これ全部あの目のマークを押して消しましょう。はい、こんな感じで消えましたね。で、あとは普通にカメラとかを置いて、撮影とかを、まあ、すればいいんですけど、コントロール A でカメラを置いて、ルックトゥカメラビューね、カメラトゥビュー、はい、こういう感じでいいんじゃないですか。なんだ、これも確か床も消さないと変になるんですよ。はい、床もね、なんか皮一枚かぶってるんで消してあげてください。消す手が、まあ、この表示を切り替えてあげてください。そうするとこういう感じで、ね、よくデスマッチしか行かない私ですが、よく見るような光景が広がってると思います。ちゃんとね、中も作られてるんで、まあ割と簡単だと思うんで、他のアップとかもね、いろいろやってみてはいかがでしょうか。もしね、わかんないことなどありましたら気軽に聞いてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。他の動画も見ていただけると幸いです。チャンネル登録、高評価お願いします。それじゃあ、バイバーイ。